必ずやろう日本最高<ー>朝霞豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします7月13日のデイリーニュースをお伝えいたします北朝鮮当局がま先週中学生およそ30人を公開処刑したということが報じられました韓国から北朝鮮に送られている風船と一緒に飛ばされてきたこの USB メモリ これをですね拾ってその中に収められていた韓国ドラマを見たということがですねこれ理由になっていますちなみにですね韓国から北朝鮮に送られている風船につけられている USB メモリだけではなくてですね中国やロシアとの国境を通じてまあそういうものがですね様々に流れ込んでくるということも起こっていますで韓国ドラマを見ることの一体何が犯罪なのと思うかもしれませんが 北朝鮮では2020年の12月に反動思想文化廃撃法というものが制定されています。 まあ北朝鮮ではですね「北朝鮮が世界で最も幸せな国だ!」というまあプロパガンダというものをまあ常々行ってきたわけなんですがそんなプロパガンダが韓国のアイドルたちのダンスであるとかあるいは韓国の映画やドラマを見れば瞬時に嘘だということがまあバレてしまうということがえ恐れているわけなんですで。同法の27条は、 つまりアメリカの強い影響力のもとにある韓国のことをまあ言う言い方なんですけれどもこの傀来の映画や録画物編集物図書歌絵写真などを見たり聞いたり保管したものまたは傀来の歌絵写真図案などを流入流布したものは5年以上10年以下の労働強化刑に処すとまあ定めています。 労働強化刑というのは、まあ、要は懲役刑ということなんですよね。で同法の三十七条の一には、国家的に上映または発行閲覧が中止された。映画や録画物、編集物、書籍などを視聴・閲覧・保管した場合、一万ウォンから五万ウォンの罰金を課す。との規定もあります。で今のこの条文を、えー、この丁寧に見ていただけるとわかると思うんですが。 この異常な反動思想文化排撃法においても韓国の動画を見たくらいで死刑になるなんていうふうには書かれていないんですよね。にもかかわらず未成年の14歳であっても死刑にしているというのはもう北朝鮮の異常さというものをまさに物語っていると言えるでしょう。なお同法にはですね死刑になる場合の規定というのも確かにあります。 しかし韓国文化の流入に関する死刑の規定はですね第28条のみなんですよねで第28条には何と書かれているかというと敵対国の映画、録画物、編集物、書籍を流入させたり、流布したものは5年以下の労働強化刑に処す。 大量の敵対国の映画や録画物編集物書籍を流入流布したり多くの人に流布した場合または集団的に主張閲覧するように組織したり助長した場合は無期労働強化刑刑ままたは死刑に処すすとなっていますこの規定からすると韓国文化を単に持ち込んだり、まあ、持ち込まれているその韓国文化を単に流布しただけでは大した罪にはならず。 死刑になりうるというのはあくまでも大量に持ち込んだり多くの人に留守するえー、そういうようなことを行った場合だけということになりますでそうするとですよね一緒に見ないと声をかけただけだったりそれに応じて見る見ると言って参加しただけでも多くの人たちに留守した集団的に視聴閲覧するように組織したと まあ相当な拡大解釈を行ってこれ死刑に持ち込んでいるというふうに考えないとこれ理解できないんですよねちなみに横文字が書かれた服を着たとかですねあるいは女子学生が化粧をしたといった程度のことでもこの反動思想文化排撃法に違反したとされるのが北朝鮮という国です北朝鮮当局は先月にも高校生に相当する年齢のこの青少年およそ30人に 無期懲役や死刑を言い渡したといいううふうに伝えられていますただその一方で以前にはですね少年の90%が外部文化つまり韓国の文化に接しているとのこの調査結果に基づいて未成年者が次々に労働強化刑つまりその刑務所送りにされてまあ懲役刑に服させられるということですがこの労働強化所送りにされる現状というのはよろしくないとしてですね 14歳以上17歳未満に関しては釈放を命ずるなど取り締まりが一部緩和されたという話も実はあったんですよねで、このことからするとこうした厳しい法律を導入しても一向に韓国文化に接する動きが収まらないということから一旦は現実に合わせて緩めるということをやってみたもののそれでは事態は全然改善しないということで 方針転換をも、えー、もう1回やったと、えー、こんんな感じに見えるかもしれませんつまり一旦は方針転換をしてその規制を緩めてみるということをやったもののこのままでは体制の維持は無理だと考え国民をさらなる恐怖を植え付けるしか体制を守る術はないと判断して、えー、再び方針転換をし14歳の子どもたちであっても厳罰に処ししかも公開処刑にする。 こういうふうに変わったんだという解釈が一応成り立ちそうには見えますよね。ところが現実はははそういういいいいいいもののとととかかなななり異っっててると見た方がで思ます確かに2022年4月、まあ、今から2年ちょっと前にの段階ですが北朝鮮の,その朝鮮労働党法務部は反動思想文化排撃法違反少年に対する違憲対策案という 定義書まえたそしてこの定義書は金正恩総書記による批准を受けた上で韓流コンテンツなどを隠れて主張していた少年らに対する処罰を緩和するようにという指示が、まあ、出されるということもあったんですよね。 そして実際これに基づいて首都ピョンヤンで反動思想文化排撃法によって逮捕されていた中学生10人が交流を解かれれてて釈放さるるとといいうここも起こっているんですしかしながらこのピョンヤンで逮捕された中学生は金正恩の最側近クラスである 朝鮮労働党と朝鮮人民軍幹部の孫たちだったということが分かっているんですね。でさすがにこうした子どもたちを厳罰に処すことはできないということで慌てて彼らを釈放できる建前を揃える必要というものが生まれこういう一連の動きになったと見るべきなんです。つまり特権階級にに対してのの例外的処置のために こうした一連の手続きが進んだだけで全国民を対象としたものではなかったと見るべきなんですねで、全国的に、えー、この制限というものを緩めることはまさにこの体制の危機につながるので全国的にはむしろ扱いを厳しくしているというふうに見るべきだと思うんです ちなみに2022年10月に北朝鮮北東部にあるラセンという町で若者のグループが k p o p をかけて歌い踊っていたところを。 この踏み込まれてですね逮捕されるという事件もこれ発生しているんですがこのグループはこの螺旋でも有名なトンジュと呼ばれる新興富裕層らの息子たち娘たちでですねまあ10日に1回ぐらい集まって大騒ぎを続けていたということみたいなんですね。そして彼らに厳罰が下されるということはどうやらなかった模様なんです。 地元の有力者であるトンジュたちはですね関係各方面に働きかけて金の力でもみ消したと見られているわけなんですこうした金のある層権力層には甘い対応を取る一方で全体としては取り締まりがどんどん強化されていると見るべきなんですねこちらの韓国の中央日報の記事をご覧ください「韓国映画見た青少年3人処刑北朝鮮これからは両親まで処罰となっていますが」 ここれは年年月、まあ、今から1年半近く前の記事とということになりますそれまででもですねこの韓国映画などを見て、まあ、2度目に摘発された場合には両親も処罰の対象だということにはなっていたんですがこれ初犯の場合でも両親をその処罰の対象にするということに変えたというこういう話なんですね。 とにかく止めようと思っても全然止まらないがために両親をもですねこの処罰の対象として加えそしてそれをさらに強化するということでなんとか食い止めようとしているわけなんですで。なお韓国など西側の文化の流入を恐れて作られた法律は反動思想文化排激法だけでではないんですね今から1年半ほど前の2023年1月にも。 えー、平常文化語保護法というものが、えー、制定されていますこの平常文化語保護法というのは韓国風の言葉遣いなどを取り締まる法律で最高刑は懲役5年なんですねつまり、えー、韓国的な言葉遣いこれをやっただけで、えー、場合によっては懲役5年になるかもしれないという、まあ、こんな法律が作られているということなんです さて日本政府は拉致被害者を取り返すためにまあ様々な努力というものをこれまで続けてきました、えー、しかしながら、まあ、大した成果というものが挙げられていないというそして立憲民主党共産党れいわ新選組社民党などは北朝鮮に対する経済制裁の強化にすら反対姿勢というものを示し 話し合いだけで解決できるかのようなまあこういう話をやってきて北朝鮮に対しては話し合いだけで解決するよう求めるということもやってきましたで、こんな異常な国と話し合いだけで拉致被害者がどうやったら帰ってくるっていうことになるんでしょうかで、そもそも北朝鮮が話し合いで道理が通じるような国であるならば もともとこの他国民を拉致して利用しようという行動に出ることもなかったんじゃないかってことになりませんかねで私は自民党が野党各党に対して今回のこの中学生30人の公開処刑を一つの題材として使いながら北朝鮮制裁のあり方をどうすべきかについてこれ問いかける公開書簡というものを送るべきだというふうに思うんですよね立憲民主党の中にはですね。 このような北朝鮮のあり方を許せないというふうに思っていて北朝鮮に対してこの融和的な姿勢を持つ立憲民主党の中のこの中こ左派勢力に、感を抱いていいいてるるそういう人たちもいるんですよ。共産党と共闘しようとするこの立憲民主党のあり方というのは東京都知事選挙における蓮舫の大敗北があってから立憲民主党内部においても動揺が生まれていますよね。 今回の都知事選の結果を受けてということになりますが立憲民主党の支持率がほぼ半分に減ってしまったということもこれ報じられている通りです。かつては同じ政党であった国民民主党や、まあ、立憲民主党に対しての大きな支持母体でもある労働組合の連合からも共産党との共闘には否定的な声がもともと上がっていましたが まあ今回のこの蓮舫の敗北を受けて、えー、さらにですねその声が強められているということも、えー、起こってますよねでこの声を強化するのに今回のこの北朝鮮の話ってまさに私は利用のしがいのあるものだというふうに思っているわけなんです。で我々が意識すべきは立立憲憲共産勢力の分断であり立憲民主党から左派を追い出して 立憲民主党が政権の受け皿となっても脅威にならない政治体制を作り出すことだっていうことを、まあ、私以前から主張していますがこれ改めて訴えたいんですねで私たちは岸田政権批判なんかにうつつを抜かしているよりもまさに孫うことなき敵陣営である立憲共産勢力の分断こそ力を入れるべきではないのか、えー、そのことを改めて訴えたいと思います。 必ずやろう日本最高朝が豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます